20分後。そこだけ可愛いな。電話番号の話だったかな、812って。ここの、あ、千代さん、あなたのような女の子、あ、千代ばあ、お供え物に、あ、こいつか、まさか。なんなん、お供え物って。なんか、ま、村の人、町の人は知ってるんか、なんか若者を捧げるみたいな。どれどれ、リストに。近所の駄菓子屋に、え、重曹を買いに行くことになった。あ、ありましたね、駄菓子屋近くに。なんで駄菓子屋、確かになんでなんやろ。まあ、駄菓子屋しかないんかな、そういうスーパー的なところが。ずっと水浸し、ここ水浸しなわけではないか。道路が鮮明ってこと。わ、今日は電気ついてますね。あれ、焼き芋。まあ、田舎、めちゃくちゃ田舎特有のやつやん、これ。お会いできて嬉しいです、え、芋次郎。甘くて美味しい石焼き芋はいかがでしょうか。ちょっと かぶせやんといて。タツメオモが欲しい、しやー、一つ欲しいです、欲しいです、ありがとうございます。でもタツマイモ食べるにはタツマイモの問題に正解しないと。じゃじゃん、タツマイモはどこで育つ。え、木の枝ではないやろ。しやーきもー、土の中、正解。何、じゃじゃん、収穫の時期は、秋。あった。では第3問、じゃじゃん、さつまいもに花は咲く。おいしい石焼き芋がやってきました、うん、それはどんな見た目。石を温め、こんがり焼いた、タンポポに似てる。おいしい石焼き芋はいかがでしょうか。失礼だと思いませんか。思いますよね、さつまいもがかわいそうですよね。すいません、確かに芋、さつまいも好きには失礼だったかもしれません。やり直してください。焼き芋、え、終わりで、なんなんやろ。焼き芋、チューリップかい、朝顔かい。もしや、さつまいものことをよく知っている。ちょっと音うるさいですね、なんか。あなたずっと喋ってるけど、ちょっとその音量を止めてくれません。では最後の問題です。さつまいもの一番おいしい食べ方は。石焼きでしょ、石焼きって言ってるから、石焼きでしょ。なかなかやるな。お主はこのさつまいもを食べるにふさわしい人材だ、ありがとうございます。え、そんな今屋台で回ってんのにそんなこと言われる。ほらよ、楽しみな、ありがとうございます。では早食いはノーだ、味わう、それが一番大事。まあ、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあ、これを持っていけってこと。これタオル持ってきちゃった。まあ、熱々のね、芋を持っていきますか。あ、入れるわ。駄菓子屋の店主ってどんな人なんやろね。すっからかん、まあ、田舎あるあるでもあるけど、すっからかんですな、思ったより。すっからかんので、はい、ちょっと買い物を来ました。梅木さんかな、そこのお嬢ちゃん、美しい目をしてるね、よく見てもいい、気持ち悪。なんかみんな気持ち悪くない、なんかもう若い女性のこと、若い女性かは知らんけどね、よく見てもいいかよくないやろ。何をおっしゃりますかな、怖がりなさんな、褒めてるだけいや怖がるやろそれ、ここ3日前に来たんやぞお前、やめてひひ、行方不明の猫のポスター、あ、確かにそれ聞きたいですね。たまちゃん、あの子を見つけたら特別なプレゼントあげるよ、ひひ。あ、じゃあ猫を見つけてこいってこと。でもさっきここで買えるわけじゃないかな、重曹。あ、開くわけじゃないと、この中に重曹が入ってるってこと。まあここら辺違うね、なんか。ってことは、ゆっくり猫を探してこいってことか。
こうか。あなたですか。あなたですか。あなたのとこにいません。全然出てないや。ちょろちょろしか出てないよ。おじいちゃんかな。ここに。あ、猫や。いた。お助けに来たよ。そんな持ち方すなって。わ、猫かわいいな。何をくれるんやろ。これで重曹がもらえるってことなんかな。とりあえず入りますと。猫がいる。この街で一体何が起こってるというか、なんかちょっと不気味な要素はあるよね。この猫で合ってますか。たまちゃん、おかえりなさい。この声じゃないか。若者よ、ありがとね。ではご褒美に特別に作って、待って、人形。あ、まあ確かに人形、大事にします。はい、 ありがとうございます。重曹買いに来たんですけど。重曹を、重曹、まあ、重曹ここに入れるってことかもありますが。でもないしな、アパートの鍵かん、あ、木箱の鍵、あ、ここか。あ、なるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃあ鍵入手したんやった。え、この人形はどうしたらいいんやろ。どこに預けるとか、なんか、あー、そういうことね。はいはいはい、はい、なんか燃えてるんかと思った。赤いも模様みたいな、もやみたいに出てるから。こちらです。で、終わりましたけど、終わったけども、こんな感じ。特に異変を他にするところはあるのかないのか、ちょっと分かんないですね。あった、ここや。見え時代なの。ちょっとよし、仕事終わった。シャワー浴びる。はい、いつもの特等席で浴びさせてもらいます。じゃあ失礼します。失礼します。今日もまた変なこと起こるのかな。3日目。んなんか開かないですかね。開かないですか、ここ。それ何、来るなら来いよ、早く。ちょ、来るなら来て。あ、ごめんなさい、シャワー出しませんでした。シャワー出すの忘れてました。特にでも何も起こった様子はなさそう。ちょっとチラ見。え、チラ見。はい、何もないけどな。何も動けないという。ん、バグったか、まさか。あれ、終わっちゃった。あ、今日は普通に終わった。あ、今日はなるほどね、サウナに入ると。何今の、まあシャワー浴びたらすぐパッといかん風呂か。今日はじゃあ風呂じゃなくて、じゃあ整えますか、久しぶりに。水に入れてこいと。あ、すいません、普通に水。あれ、これ使わんでいいの。整うか、開けっぱなし。あ、閉まってる。なんかめっちゃ聞こえてますけど、なんか引きずった音めっちゃ聞こえてますけど。何が来んの、誰。どうしたそれ、もう持たせてもらう。うわー、びっくりした、誰。わーみたいな、わーみたいな、赤ちゃんわーみたいな。あれ、ずっといると思ったけど、あ、疲れてたんかな。まあ水蒸気でその幽霊にね見えたんかな。お前どこにいるんそれ、どこで整ってるの。え、これどこで、どこ視点、誰、どこの誰視点これ。お前どう整ってるんそれは。あ、千代バーがゴミ箱のところに捨てに行ってる的な。こいつは誰視点や。千代バーがどっか行ってる。あ、千代バーちょっと怪しいよ。千代バー公園見てるね。公園の裏のところ。ちょっとその裏ってか。いや、ちょっとびっくりしたっすね、今。なんか出てきた。4日目。これ、もう1週間持つこの人。メンタル的に。はい、今日もじゃあ、回してもらって、入ってきます。あ、今日はちょっとただんであるね、何枚かは。テレビ待つかないと。今日のご飯もコンビニ弁当。コンビニなんかあります？まあ、今日もじゃあし、サクッと出勤させてもらって。めちゃくちゃ雨降ってる。傘はないない。傘あるかな。喫煙誰かいるか確認させてもらって。
めちゃくちゃ嵐、めちゃくちゃ降ってる、そこしか電気ついてないの、一人しか住んでないの、まさか。こっから見てたよね、多分こっからこういう視点で。こういうのができない、あ、ライトできたりするわけ、ね、おばあちゃんの、あー、雨降ってる中、どうされました、おばあちゃん、しおばあ、雨降ってるけど、ま、しおばあじゃない、まさかの松野さん、シクシク、これがあの子との写真、シクシク、初心の女の子は誰ですか、この子は近所の子や、この子、どれ、俺反省かけられなってしまう、もうなんかアイテムがあるわけで、よし、じゃあ今日も頑張るか、バイト、バイトってかまあ仕事ね、チャチンチャンチャン、あでもてかあれ捨てよ、はい、はい、ボディーソープとシャンプーお願いします、はい、入浴料もらって、はい、いらっしゃい、100円もろってと、でタオル、タオル1枚、ボディーソープとシャンプー、ボディーソープシャンプー、あれボディーソープ、はいどうぞ、 Here you are、 ちょっと若めの人っすね、はい、ゆっくり楽しんで、子供子供おるやん、子供見えてなかったけどね今、それ言ってもらって、ちょっと不法侵入ってなるんでね、しかも子供結構ええ年齢ではあったけどね、女湯行って大丈夫か、あれ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 、誰か行ったな、はてな、あれさささって言ったけど、子供出て行きましたよ、こっちこっちに行く、あ、こっちに行ったってことですか、え、母親を呼ぼう、あ、やっぱり男湯の方に行けって言われたんかな、お母さんに、 すいません、お子さんが泣いてます、みとも、みかさんかって分からん、みちさん泣いてますよ、子供さん泣いてますよ、めちゃくちゃ無反応、あ、俺が見ろってこと、どうしたの、どういう状態、大丈夫、手が痛い、手が痛い、お母さん手が痛い、どうした、なんで、何があったの、手が痛い、お母さん、うん、誰もおらんな、はあ、じゃあ呼んできますわ、今日の仕事はトイレットペーパー、 OK、 お母さんはどっかな、お母さんなんで来てない、何してるの、お母さん、あ、どこへ行ったの、確かに潜ってるんちゃう、お母さん、サウナか、サウナ室にもおらんな、あれ確か、え、救急箱、なんでここに救急箱がある、急すぎ、お母さんは、あれ、お母さんトイレ、あ、トイレか、すいません、ちょっと邪魔、あ、ちょっと救急箱で お子様を治させていただきますね、回復させていただきます、はい、もう着いたよ、はい、手が痛い、めちゃくちゃ泣いてる、大丈夫、治った、お母さん、あれ、治ったっぽくさいな、まだ痛い、ごめんね、なんか転んじゃったのかな、銭湯初めてやから、あー、お母さん、女の人が扇風機に僕の手を入れて、え、こ、え、嘘だろ、勝太郎、勝太郎、えぐない、救急箱で処置したの私やけど、はい、あんたうちの子に何してくれてんのよ、いや、こちらが言いたいんですけど、モンスターペアレンツですか、まあまあ、確か子供に言われたらね、私の可愛い息子に怪我をさせるなんて二度と来ないわ、えぐ、え、
私のことじゃないんじゃん、まさか違う女の子のことを言ってない、あの子供、子供は嘘はまあつくか。えぐ、一人減っちゃったお客、悲しい。誰だ、どっち、こっち、ここ、ここよね。誰か入ってますか。ああ、ふーた、いいところに来てくれてよかった。トイレペーパーがなくなったんだ、持ってきてくれないか。ちょっと、あ、で、思った、男性、女湯やな、確かに女湯にいたよね、確か女湯に男性って声おかしいな。確かに男性の方ですよね、なぜ女性側に、女湯に、うーん、間違えたんだ。おい、嘘つけ、お前覗き見しようとしたやろ。お前クソ田舎ですんなよ、急いでたから。はは、いや、こいつ確信犯ですね。トイレットペーパーを持ってきてくれないか。まあ持ってくるけどさ、持って こんなざるを得へんねやろうけどさ、まあそれ犯罪やで多分。トイレットペーパーどこにあるんや、あ、上に、まさかの下じゃなくて上。うわ、盲点やったなこれ。ミスター、確かに下には入れんか、隠し、まあ上か、そうかそうか、こんな全部あげんのこれ。君は命の恩人だ。ああ、もう乾燥している、乾燥している、大丈夫か、これこれ、ああ、おお、気持ちない、気持ちよくなってますやん、すっきりした。こんなん不審者ね、普通に。お前帰れ、笑顔の、いや、お前なんで、しかも裸やし。出ていくの早っ。そうやな、まあ、向こうも鍵閉まったからね。掃除をする、うん、掃除屋の目をが向こうしかないんですよね。排水クリーナー、ずっと流れてるな。あ、でもね、これをやると、ここでいいと、はい、ごしごし、今日もごしごしさせていただきます。ここ一瞬聞こえたと思ったけど、男用に誰もいないんでね、ポケが落ちた音かな。よいしょーす、ごしごしごし、はい、今日も汚れの掃除先生としてもうめっちゃおかんね、子供に理不尽なこと言われたけど、もうそんなどうでもいいんですよ、綺麗にできたら。もうこの仕事私はシャワー浴びる、いつもの指定席いきますか。よいしょ、で指定席に行きますと、よいしょ、じゃあシャワー浴びましょう。もうゆっくりしよう、今日もさ、もう全部行こう、シャワー、風呂、サウナ、全部行きましょう。あー、気持ちいい、疲れた、めちゃくちゃ鳴ってるね、声が、うん、なんかめちゃくちゃハリーポッターのね、呪文唱える時の声みたいな、覗く、あ、はい、あいちゃん、溺れさせられるんじゃん。え、いる？おぉ、びっくりしたこれ、めっちゃ呪われてんね。え、嘘でしょ、めっちゃ呪われてんね。まさにデッドエンド、消息不明、秋村あ、デッドエンドしちゃった、まさか。お姉ちゃんが連絡してくれないけど、田舎に引っ越して少し経ってから連絡が来ない。よく連絡し合ってたのに、も、連絡し合ってたのに忙しいのかも。でもちょっと心配だから引っ越し先の田舎に行ってみよう。お姉ちゃんの家に泊まってて話でもしよう。いや、めっちゃいい妹、
これはじゃあ妹視点ってこと、これ2人ともやられるパターンもあるってこと、まさか。5日目、秋村エレナ、妹さんですね。あれお母さんかな。ねえエレナ、ここで会ってるの？なんかここ不気味じゃない？確かにね、不気味な人しかおらん。ねえ帰った方がいいんじゃない？でもこんなところにお姉さんが、お姉さん、お姉ちゃんでじゃない、まあまあどっちでもいいけど、確かに心配だよね。あんたもちょっと止まってくれへん、一緒に。じゃお姉さんきっと大丈夫だよエレナ。その意味深な点でやめて、もし何かあったら電話してね気軽やなお前。分かった、うん、ありがとう真帆。あ、お母さんじゃないんか、友達ね。友達やったよ、ごめんごめん。ありがとう、送ってきてくれてありがとうございます。気をつけてね。じゃあ行くね、ありがとう送ってくれて、バイバーイ。これでまたこいつも犠牲者になる説あるな。お姉ちゃんの部屋を見に行かなきゃ。で妹視点で行けと。これがお姉、私のカバン、お姉ちゃんの車。特にでもここ何もないからね、まあ、パパッと行きますか。ここやのお姉ちゃんの部屋203。お姉ちゃん、おお、びっくりした。首がもうボキボキに折れたことよ。ああマイナさんの妹なんでわかるん。あ、まあお姉ちゃんで呼んでたからか。ようこそようこそ。お姉さんが銭湯で働いているのは知ってる？お姉さん想像以上に働いてくれてね。なんか捧げられた的な感じなのかなこれは。でも姉さん今お友達と旅行中だよ。1週間以内に戻ってくるって。お姉さんを待つ、ここに泊まらせてあげる、うん、なんか怖いなこのおじいさん、おじちゃん。やっぱこう村全体でこう誰かあいつの抑えるためになんかお姉ちゃんを捧げてる的な感じなんかな。お姉ちゃんが、まあ、人若い人とかを。あ、でも部屋にはお風呂がないんだよ。だから俺んとこの銭湯を使ったらいいよ。そうだな、姉さんを待ってる間銭湯で働かない。またかい。それがいいよ、銭湯で働くのを家賃にしてあげるよ。いや、まあイエスしかないもんな。そうさせてもらいます。よかった、なら今日から始めましょうか。銭湯の仕事はそんなに難しくないから心配しなくてもいいよ。荷物を置いたら銭湯で働いてね。くそ、お前何か隠し、怖怖、おじちゃん怖ない、顔怖、まあ、とりあえず入ろう、怖いし。205か、お姉ちゃんの部屋には入れへんってことか。オッケーオッケー、205全部やっぱ開いてんねん、この大家さんの。これ人食うために的なバッグを置く。でこれは、うん、血だらけになってない、ちょっと目が。これ持ってたらあかんのかな、どうなんやろ。うん、これ持ちながら行くのはちょっとね、怖いことではありますが、ちょっと身を守ってくれることを信じて。これ逆にこう持ったらバッドエンディングになるとかあるんかな。今日は喫煙者誰もいないですね。猫ちゃんはいないと。うん、不気味っすねほら、もうほんまにみんなグルなんかこいつら、街で人らは。一応確認で、ここにある滝、薪を好きなだけ持って行ってください神主と書いてあるけど持てない。神主さんバックれた、まさか。もうここの、ここ怖すぎて。カラスがいる、めっちゃ浮いてる。え、これ捨てれるってこと？捨てちゃってんけど。これ捨てたらまずいか、まさか。え、捨ててしまった、間違えて。けどもう拾えへん。
もういいや、捨てちゃったし。あれは呪いの人形ってことで。鍵がない。洗っていないタオル。お客様が来る。持ち物を、まあ、捨てる、捨てへんやろ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。タオル1枚。オッケー。はい、どうぞ。5円。待って待って、5円しかはやばない。5円だけ？まさかの。あ、お賽銭いけってことかな、じゃあこれは、まさか。ちょっと一瞬で早くやりすぎて。誰か。はい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 。100円。タオル1枚と、はい、ごめんごめん、100円もね、100円はもらえへんということね。ん、あれふふマイナ、あれ、お姉ちゃんいるよ。お姉ちゃん帰ってきたの？ジョークボック、あれあれあれ、早っ。確かお姉ちゃん、お姉ちゃん結構いたね、いました。あ、これか、お姉ちゃん。どうした、止まってるね。どうしたんですか、お姉さん。どうされました、そんな体勢で止まって。な、さなみ、あれ、お姉ちゃんじゃない、何これ、冷たいんですけど。水風呂じゃないよね、あれ、お姉ちゃん。何？私、あなたのお姉ちゃんじゃないわ。あなたのお姉ちゃんなんか知るわけないわ。そんなことより、お風呂が冷たいの。信じられない。え、なんで？ボイラーバグったか？こんなに、こんなの、いや、まあ、もう許して。申し訳ありません。確認してきます。早く、して。サウナして待ってるわ。めっちゃもう忙しいな、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ忙しい。ま、え、鍵開けてなくない？もう忙しいって、今日初日やで、バイトは。もうこんなん初日やでやめてまうよ、僕やったら。松野さん、あ、松野さんよ、時間がないのよ、あんたさん、このとこにいたらダメ。ん、どういうこと？ん、松野さん、どういうこと？何が？時間がないのよ、どういうことやろ。何が時間が、時間がないとは何だ。あ、早くしろってこと、あのお姉ちゃんの命が危ない的な、監禁されてるとかなんかな、ここで。違う、鍵がかかっている、違う。ここではないんか、ここに来たらなんかあるかなとか思ってんけど。あった、巻き、あ、足りない。もっと木が必要みたい。あ、だからあの、神主さんのところから取ってこいってことやったんか。なるほどね。オッケーオッケー。まあ、雨やから、ちょっと、かかりが悪い的な、そんなんあるんかな、知らんけど。ここ開かへんねんな、鍵がないって。誰か持って行ってるんかな。で、カラスもいるしね。これにこれ人形捨てたままやし、こんなできるわけじゃない。これ五円玉どっかで使えへんのかな。でも、まあ、あれか、お賽銭として使うって感じなのかな。1、2、3で、この五円玉を、あれ、五円玉あったよな、これを、もうお賽銭しとこ。やっぱ怖いこと、怖いし。で、おね、ああ、守ってください。お願いします。お姉ちゃんと私のこと守ってください。お願いします。引いとこ。何やったんや。新聞の切れ足、え。
で、これ中身見れないの？そんなことある？普通見れるっしょ。まあ、とりあえず急いで行かないと、あの お姉さんがもうお金払わへんとか言ってるからな。お金だけは払ってほしいからな。さすがに無料はないでしょ。これで OK。 彼女を伝えに行かなきゃ。ミツコもやった。ここ気になるよね、ほんまに。回どんな、どういう感じなんやの。お姉ちゃん捕まっ、監禁されてるっていうのは僕の推理なんですけど、とかまあ捧げられてるためにとか、まあもう捧げられてしまった説はあるけど、ここも開かへんし、どっかに鍵なんか落ちてたか。これ何？もう何もない。伝えに行ったいか、とりあえず。お姉ちゃん探してたよ。あれ？さっきの人は？マイナ。あれ？また走っていた。またどっか行っちゃった。ま、待って。え？あれ？まさかこれなんか誘われてる？どこかに。お姉ちゃんの鍵あるやん。ってことはこれで行ったらいいんかな。いや、バッと行きそうやな。なんか最初やから。お姉ちゃんの部屋はここじゃない、ここですね。とりあえず入って、何がどうなったんやろ。ん、なんか取ったね今。あ、いや取ってないんか。開くだけってこと。食べさせてサプリメント。あれ、キシメ引き出し B、 日本人形。え、また戻ってきてる。え、これ調べたら死ぬ。これどうしよう。捨てに行くべきか、これ。まさか、なんか抜けてるな。あれ、焼き芋取れた。お姉ちゃんの焼き芋や。なんかなってたよね、振動トクトクみたいな。これこっから振動、血が流れてるってこと。まあ開ける。調べおかした。ん、あ、何もなかったんや。別に新聞の切れ端して桜子の、銭湯で20代の女性が行方不明、銭湯に一人で出かけた無職の、陽子さん29歳、姿、あ、一番最初にあったニュースのやつですね。29歳の姿が見えないとのこと。近所の住む女性が警察署に届け出た。10日の朝から警察が捜索したが見つかっていない。何か裏に書いてある。肺の中にあるはず。肺の中にある。あ、ってことはまさかこれボイラーのあれか、薪の燃料にされてる的な。なんでこんなに嫌われているんだろう、私。みんなに迷惑かけたのかな。きっと村に馴染めない私がいけないの。邪魔者の私なんていない方がいい。そう思ったけど、彼は私を受け入れてくれた。なんて心の広い人。こんな私なんかを気にかけてくれて、愛してくれて。さすが村一番のお坊さん。いや、お坊さんなんて関係ないのかも。彼がすごいだけ。彼が悪く言われるのは嫌だから、この関係は絶対に、ね、秘密にしておかないと。私は彼と別れて、入れたら幸せ。他には何もいらない。あ、いや、お坊さんと付き合ってたってことなのかな。そうよね、お坊さんと付き合ってたって感じかな。ってことはお坊さんが鍵を握ってる的な。この音は何なんこれ。まあ、でも特に取れるものはもうないから。出ますか。出て、まあ、一応入っとく、自分ちも。一応自分ちも確認。何か物が増えてるかもしれない。
何もなかった。キシムシ、キシムシ、黒。あれ？完成してるね。完成した新聞。あ、読める。あ、そういうことか。これが新聞のやつか。完成したやつで、灰の中に何かあるよっていう。オッケーオッケー。ここには別に入れることはないと。これ芋あげるんかな。お、落としていた。芋あげて下駄箱の鍵。あ、なるほどね。これ捨てた方がいいんかな。これこいつは捨てて、で洗ってビタバコの鍵を開ける。ゴミ捨て場の鍵、でも普通にゴミ箱のゴミ捨て場の鍵開ける。排水ホース、これも捨てるんかな。何の水、このタオルは何に使うんやろ。今はとりあえず排水室、ボイラー室かな。なんか調べたいところあったっけ。いや、でも全部やってるべよな。ここに来てこれよね、確か。排水ホースつけんのかな。開けて。回った。で、あれか、この中にこれを入れるんか。今日洗ってで、できたやつ、洗ったタオル。ハサミしたらもう終わりそうやしな。タオルってどこで使うんや。でもなんか置くところあったよね、さっき女湯のところに。だからそれを多分置くんやろうけど、置いたら何が起こるって言うんだい。あ、行ってよ、行きましょう。ここのここっすよね。でこれを置ける、置ける。セービング、仕事が終わった、シャワーを浴びる。あ、でも関係ないから、単純に僕が見忘れてたっていう説。探してみよう。何かがあるはずやから。何も見つからない。探そう。全部探してみよう。ちょっと上の文字気になるけどな。全部ないパターンばっか。なんでないんやろ。最後にあるかな。あ、待って、これあったくさい。何か見つけた。あ、そこか。そこの鍵や。ここの鍵ってことだよね。はい。どういうこと、どうなるんやろ。何も BGM なくなってんけど。こっちにはいけない。まあ、こっちかな。仕事が終わった。ちょっと待って、上の文字気になりすぎて。入りましょう。どういうこと？これ蛇？
暗くて見えへんねんけど。どういう状態？なんか部屋があるな。で、待って、怖い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 。ちょっと怖いから逃げさせてもらおう。あ、なんかある。神主のメモ。あの女を惚れさせる。あの女を身ごもさせる。子供を産む前に殺す。男の子が生まれた、産む前に殺したはず。息子を殺す。保留。ウバを銭湯に閉じ込める。あいつを騙してウバが選んだ女を生贄する。3人必要。1人目生贄する。2人目生贄する。3人目を生贄する。あ、やっぱ神主がそういうことをやってたってことか、やっぱり。怖っ。で、ボルトカッター、これは、ウーバー召喚術。呪われた友人が、選びし人間を生贄すべし、それをすれば解き放たれだろう。ただし3人の女の命でないとならぬ。3人の、ああ、生贄が3人いるってことか。ボルトカッターでなんかするところあったかな。おお、やな日記。ああ怖い、死にたくない。あんなことを手伝わなければ、頭が良かったんだから生かしておけばよかったのに。あいつが変なこと言うから俺が呪われてるって。そんなのお前のせいだろ。銭湯で女性をいつも、雇ったら助かるって、そんなこと言ったけれどもこんな田舎で結構厳しいよ。ああ死にたくない。何かいい手は考えるか。何があったんだ一体。でもなんかする場所が、このボルトカッターを使える場所が、めっちゃ息遣い荒いけど、これ、鎖。あ、え、誰かいるってこと。暗くて全然見えへんけど誰かいるってこと、これ。あ、息ってことか。息をしてるってことね、鎖を切ると。んで、切ったけど、切りましたよ。んで、切ったけどどうしろと。シャワー浴びて帰りますか。もう怖いことなくなったし。よいしょと。よし、帰ろう。よいしょと、緩めてと。おお、誰ですか。はい、開かなくて、なんか始まる。
鳴らしてるの誰？落ち着いて、あ、なんか泣いてる。あ、でも姉ちゃんの部屋もね。誰？女の子？え？後編の回？おー、びっくりした。最後に来るタイプ。どういう視点？どういう視点？あ、連れ去られていってる視点やこれ。呪われたってことか。どこまで行くん？行かれる？いや、鳴らすな鳴らすな、お前鳴らすな、めっちゃ白子く鳴らすよ。で、どこ？あー、やっぱ和尚や。そうっすよね。で、まあ大家の人で、まあ燃やして、え、お前？いや、お前かい。お前が食われたって。あー。で、大家さんも食べられる的な感じですか、これ。これ普通にミスったな、多分エンディングではないかな。何個あるんやな。バッドエンディング臭いな、これ。やっぱり。全員殺されていってます。めちゃくちゃ震えてる、めちゃくちゃ暴走してる、荒ぶってるね。めっちゃ全員殺しに行くんかな。めちゃくちゃ荒ぶってるけど、まずやらかしたポイントは、まあ普通にあの最後、あの最後の最後で、ね、5分経ったらあのね、やり直し聞くと思ったんですけど、やり直しとかじゃなくて違う風な、違うところからのやり直しになってもって、多分また違う、最初に言ってたエンディングとはまた違うエンディングになってしまったところがちょっともったいないなと思って、まずそこからまずやり直して続きをやっていきたいかなっていうふうに。まあ真相はね、多分あんま分かんなかったんですけど、まあ、大家さんと、まあ、神主さんがね、グルということで。で、まあ、バイトとか、まあ、仕事してきた人も、若い女性をまあさらって、まあ、チリにして殺して、まあ、誰かに捧げてたんかなっていう感じなんで、ちょっと新しい、まあ、今のやつはバッドエンディング臭いんで、次の新しいグッドエンディングも見つけていけたらなと思うんで、まあ、それ出すかわかんないですけど、まあ、それもね、楽しみながら、このゲーム、やっていただけたらなと思います。いやー、ちょっと怖かったっすね、普通に。ドキドキしながら見てたんですけど、まあ、ところどころね、悲鳴を上げてるかわかんないですけど、ちょっとびっくりしてるポイントもあったかなと思うんで、あんまちょっと笑いなしでね、まあね、ちょっと怖いところばっかやって、まあでもそれもまあ面白い怖さであり、まあ、ちょっと不気味悪さのところもあったので、ね、このゲーム、まあ、ぜひやってない方はやってほしいなと思います。じゃあ地獄戦闘でした。ありがとうございました。